僕バキバキ童貞ですね。どうもバキバキ童貞です。ピーターの研究を聞こう。ピーターの研究を何回か聞いてきまして、うん、なんで童貞なんだ俺はみたいなところから、その、まあ、いろんなバキバキ童貞チャンネルを見てる人に、まあ、興味深いトピックが多かったんですけど、生でも、サムネをこう、並べますけど。で、まだ研究されてるでしょ、いろいろ。はい、まだ続けてます。いいです、綺麗なものとして。悪い病原菌とか、はい、そういう研究ならいいですけど、童貞に対して、こんな綺麗なものとして。ね、世界を良くしようとして。嬉しいですよね。今日はどういう研究なんですか、はい、今日は、視聴者の方から、うん。質問っていうかコメントが来たので、はい、そのコメントに答えるような感じで話をしていきたいと思います。ほう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 。それどんなコメントが？ああ、名漱石さんからのコメントなんですけど、はい、もうちょっと荒い言葉遣いだったので、僕は勝手にちょっと変えました。はい、すいません、漱石さん、はい、すいません。極めて炎上しないように。漱石の文章を勝手に。海外で政府が福祉などの援助を手厚くした結果、イケメンが複数の女性を独占する事例があった覚えがあります。かっこ。スイスかスウェーデン、アイスランドあたりだった気がする。女性が一人でも子育てできるようになったら、優秀な遺伝子を求めてイケメンだけを相手にする。イケメンはたとえ既婚者でもいろんな女性と不倫できる。という感じ。すごっ。性の独占家です。性の独占家？いいですね。一方では、モテない童貞は高い税金を支払い続けて童貞のまま生涯を過ごすという地獄かと思いました。勘弁してくれよ。笑うとこじゃない。勘弁してくれよ。実際あるわけですよね。日本も将来こうなるんでしょうかと文章書いてますけど、はい、目漱石ね。はい。いや、これ確かに、そんなのあるんですか、ね、はい、イケメンが、そうか、ま。このようなコメントは、実は、欧米の、その、男だけのサブカル、前にもちょっと話した、男村っていう、まあ、男同士で恋愛市場や、まあ、社会について話すサブカルがいろいろあるんですけど、そのサブカルでよく見れるコメントですね、これは。その背景をちょっと説明すると、まず、一夫一妻制、うん、はい。っていう時代がありましたよね。はい。まあ今も一応、法律上はそうです。はい。ですけど。はい。まあ日本で言えば、開墾時代。そのみんな結婚できた時代。おぉ、開墾時代。はい。で、男村の論者曰く、はい、モテ度かモテるかモテないかで、うん、まあ、何らかのこう、ランクを作れる。うん、はい、できて、で、一夫一妻制の場合はこんな感じで成立する。うん。さらに言えば、女性から見ても、まあ前はその性別の役割分業っていうんですか、だから結婚しないと生活しにくいっていう女性側から見ると。ああ、まあ時代であったでしょうね。時代ではあったので、嫌、はい、でも結婚しなきゃいけなかったっていうか。結婚して一人前みたいな感じありますもんね、昔ね。仕事も選べないし。うん、はい。がその時代だったっていうのが彼らの、まあ、はい、見方なので。はいはいはい、で、まあ戦後とかに性の解放がありました。性の解放？はい、そんなのあったんですか？あったんですか？なかったんですか？もしかしたらこれ、直訳して違う、はい、あれだったかもしれないです。はいはいはい。言わないですか？まあ恋愛市場の自由化としてね、はい、多分それならわかります、はい。じゃあ変えときます。フリーセックス。あ、それは違います。じゃあそれ、恋愛市場の自由化。はい、なるほど。っていうのがあって、それは何かというと、うん、全然結婚しない人が、増えてきたとか、うん、晩婚化が進んで独身である時間が長くなる。はいはいはい、となるとまずこれは恋愛市場の規制緩和といってもいい、うん、はあ、まあこれが一般社会はだいたいこんな風に把握してるっていうのは、はい、なんとなく男村の、ね、納得はしちゃいますね、はい、あのまあ全員適当にこう付き合って、はい、でも漱石さんが言うには、はい、まあ政府が福祉などの援助を手厚くした結果っていうのは、はい、その男女平等、漱石が言うには漱石が言うにはもっと平等になったため、女性も仕事ができるようになったので、はい、もう生存のために男は必要がなくなった。ああ、そうか、うん、そうか、一人でもはい、別に生きていけるようになっちゃった。なるほどね。となるとなんか付加価値を提供してくれる男じゃないと付き合いたくないっていう。ああ、
置かれるために。ハードル高いんだ。いうのが、まあ、漱石さんの、ストレートには言ってないですけど、はい、この政府が福祉などの援助を手厚くした結果っていう、そういう意味が含まれている。豊かになったことによって、はい、まあそういう。はい、で、実際、付き合う相手とかは、はい、これも前にもちょっと話したんですけど、うん、男性よりも女性の方がエリ好みするっていう、そういう傾向は、まあ実際あるわけですから、その結果、漱石さんが言うには、まあ、またはあの、はい、男村が言うには、はい、恋愛市場の自由化は進むとこういう構図になると、うん、なるほど、はい、なるほど、モテる男に集中してる、はい、モテる男が何人かの女性を、まあ、時間差があってでもなんですけど、はい、イケメンがめちゃめちゃモテて女性をたくさん付き合っていてってことだろで、うん、俺たちみたいな奴らがよ、はい、数が少なくなってる、そう、ちょっとそういう素子力になってる、うん、イケメンのせいだっていう、この悪名漱石言ってるわけだ、これはですからこれは仮説、仮説です、仮説、今から検証していくところです。ああ、そうか、イケメンのせいだってね、はい、悪名漱石、悪名漱石さんは言ってるんですけど、僕も言ってます、ね、僕も分かりますよ。で、このお得村は男性のランクによっていろんな名称があるんですけど、うん、はい、上の人がアルファ、またチャド、イケメン、はいはいはい、はい、イケメン、日本ではイケメンかもしれない、はいはい、で、まあ、この真ん中ら辺の人たちがノーミーとか、欲求不満な平凡な男とかっていうのが、うん、ノーマルみたいな、で、余った人たちが、まあ、オメガ。おい、オメガかい、お前。おい、オメガかい。オメガ。では、じゃあ、これ本当なのかって気になるじゃないですか。うん。で、僕は実際、いろいろデータを見てみたんですけど、はい、はい、はい。それで、今からちょっとデータを一緒に見ていこうかな。おー、これを確かめれたんだ。すごい。はい、うん、データで見てみたい。はい。で、さらに、うん、男村スラッシュ漱石さんが言うには、はい、アプリの、うん、せいで、はい、そのチャドっていうんですか、はい、アルファさんのリーチがより大きい、ああ、なんていうリーチがな、あの、はい、広くなった、確かに今までは自然に出会った人としかつけなかったのが、はい、もういくらでもアプリで知り合える、チャドがやってんだ、はい、チャドがアプリによって市場が一気に大きくなって、はい、独占化する企業が出てくるっていう、同じ傾向なんですけど、はアメリカの OK キューピッドっていうOK キューピッドっていう、アプリがあるんですけど、へ、マッチングアプリみたいな、マッチングアプリ、へ、これは男性が女性のプロフィールを見たときに、うん、1から5でこう評価するわけ、はいはいはい、その分布で、はいはい、まあ大体これ正規分布ですよね、平均が3ぐらいで、そうですね、はい、これがまあ男性が女性を評価したとき、はい、でこれがえ女性が男性を評価した場合、おーい、厳しい、厳しい、ね、2が多いんだ、1と2が、はい、で4とか5とかもうほとんどいない、5なんて全然ほとんどいないぐらい、はい、おーい、マジか、へえ、面白い、はい、でこのデータを見ると確かにあの女性の方が相手をエリ好みするっていうのもありますね、厳しい、もっと厳しい基準に基づいて評価している、はい、はい、で、ここで、まあ、その例としてレンタルブサイクの高速 Tinder ってあるじゃないですか確かにあいつとかはまあね、こう、はい、すごい速さ、すごい速さ、課金してすごい速さでひたすらみんなライクっていうか、はい、はい、コツがあるんだよ、なんだコツって、やや右斜め下にスワイプするっていう左、右、斜め上にお見てんのか女性、これスーパーライクもちろん見てるよ、本当だよ、マッチングアプリの侍ですよ、これが象徴なんだ、その、はい、その象徴その傾向の象徴ですで、女性は全員1をつけるし1を増やすんだあいつがやればやるほどそう、まあ、そうですね、このこのグラフの究極が、はい、あのエンタクサイクルマッチングアプリの侍って自分のこと言ってましたこのぐらいの象徴なんだ。5、5、5、5、1、1、1、1、1。アプリのデータだけを見ると、はい、まあ、このアプリだけじゃなくて、まあ、いろんなアプリの研究がされてるんですけど、はい、やっぱり男性の方が、まあ、はい、ライクして、女性の方が厳しいっていうのが、海外とかそうなんですね。そうですね。どこの国もそうですね。面白い、はい。ヨーロッパなんですけど、これは、はい、子供のいない割合40代で。はい、はいはいはい、青が男で割合、はい、で、はい、黄色が女性なんですけど、はい、どの国も青の方が割合大きいですよね、でこれだけを見るとなんでそんな男女差が出てくるんだっていう、
疑問が浮上しますよね。はい、これ別にあれですよね、その子供離婚して一緒にいないとしても子供はいるとしてですよね、はいはい、本当に子供を作ったことがない、はい、違う女の人が同じ男の子供を産んでる可能性はあるっていうことになります。バッドエンドじゃん。ここまで聞いて、はい、ここまでが漱石さんのポイントをサポートするデータなんですけど、はいはい、そうです。 あともう一つあります。わこれは我々が出した論文で、はい、アメリカのデータなんですけど、はい、過去1年間に何名の人と性交渉しましたかっていう、うん、すごいありますね。直接なんだっけ、何個国みたいな、はい、何個国、何個国ぐらいのやつ、はい、渋谷で聞くやつ、うん、でこれも、まあ、18歳が44歳なんですけど、うん、男性の方が女性よりその0人って答えた割合が高い、大きいっていう。お、同じ男が何人もの女性としてるからですね、男の方が、うん、いやそうですよね、やれてる人が多いわけじゃなくて一部の人がやってるから。そうですね、うんうん、そうだ、俺みたいなやつも多い。はあ、データだけを見ると、今まで紹介してきたデータは実はその漱石さんをサポートするために僕が選んできたデータなので。ああ、はい、ってことは、ってことは、まあ他のデータもあって、はい、今からそのデータを見ていきましょう。お、ピーターどうなんだ、あれー、ここから本当にそうかどうか、はい、検証していく、はい、ところです。どうなんだよ、うん、実際、はい、そのデータあるんですか、それは。うん、あります。はい、まず、スウェーデンの、これも我々がやった研究なんですけど、うん、その人のとの間に子供がいるパートナーの数、相当、まあ、めんどくさい言い方ですけど、ね。はいはい、これはつまりどういうことですか？何人の相手と子供を作ったことがあるか。怖っ。うんうんうん。まあ、もうビッグダディみたいなこと。はい、ビッグダディだと何人かいますね。そう、普通は、そういうパートナー、一人だけど、ね、人か人か、まあ、別れたり離婚すると何人かいますよっていう、うん、スウェーデンは一応そういうデータがあるんですよね。へー、面白い。そのスウェーデンのデータを使って何人の人と子供がいるかっていうのを調べたんです、はい、元男性と女性、はい、これはまあ55年から70年生まれの方なので、はい、一応ほとんどの人はこれ以上子供は作らないでしょうっていう。ああ、はいはい、なるほど、はい、で最初に見えるのが0人って答えるっていうか、これは本当のデータなので書籍っていうんですか、はいはい、うん、まあ、なるほど、はい、なので自己申請でもないです、はい、0人の人が 男の方が多いんです。はい、うん、そうですね、多いですね。これ数とかはまあ気にしなくていい、あ、はい、その男は多いっていうだけで、はい、さっき見たヨーロッパのデータ、うん、と似てますよね、そうですね、はい、そうですね、同じ0人ということは子供がいないっていうことです、うん、で1人っていうのがまあ、うん、こんな感じです、はいはいはい、大体同じ、同じですね、うん、なんか、うん、でもし漱石さんが正しいのであれば、うん、この2人とか3人っていう人は男の方が多いはずですよね、うん、うん、そうだ、いっぱい俺いろんな女と子供作ったぜっていう、はい、うん、この ここで余った男の分だけここにいるはずなんですけど、実際データを見てみると女性の方が多いんですよ、そういう人。え、はあはあはあ、なので、はい、僕も、まあ、一緒にやってた研究者、その社会学の研究者もみんなびっくりしてましたね。仮説通りじゃない、仮説通りではなく、うん、なぜか女性で、割合で見てもこれはその割合で見た数字なんですけど、はい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 、そしたら男性がこう左の方で0人がだいたい 25% ぐらいで、女性はまあ0人が、はい、まあ、20%な感じなんですけど、でほとんどの人は1人で2人っていうのが女性の方が若干割合的、ビッグダディより、はい、みんなこの方が多い。そういうことだ、意外ですね。ビッグダディの方が多いイメージですよね、イメージ的にはそうだったんですけど、実際見てみるとそうではなかった。で子供がいない割合の男女差がなんでじゃあ生じるんだっていう話になってくるんですけど、うん、まあ我々が調べた理由の中では、はいはい、その男性の数の方が多いっていうのが一番大きかったです。おー、はい、のでもう、うん、人口の時点で、はい、音が余っているから、その相手のいない割合が高くなる。そうか、それも関係してくるのか。うん、そもそもの男の余りというのも。うん、でもう一つは、女性の方が男性よりも、その海外生まれのパートナーと子供を作ることが多かった。へ、う、ぇ、ん、ありましたね。なるほど、なるほど、細かいところまで。うんうんうん、
いろんな理由が、まあ、重なってこれだけの差を生じてしまう感じなんですけど、はい、イケメンのせいではなかったっていうのがやっぱりは驚くべき、ね、ファインディングでした。これでイケメンのせいにならないのか。2人とか3人っていう男性が多かったら、その人たちが女性を独占しているせいで、この0人っていう男性が多くなるっていう仮説なんですけど、うん、そんな多くなかったので、うん、その、そうか、別にたくさんの女と子供作ってるぞっていう男が、そんないるわけじゃない、はい、そんないるわけではなかった。しかも、たくさんの男と子供作ってる女性の方が多かったんです。その男性の数よりも。はぁ、うん、じゃあ、イケメンは目立ってるだけで、実はそんなに、そのせいじゃないってことなんだね。はい。なるほど。少なくともスウェーデンの、その、子供っていうデータだけを。まあ、そうか、子供作ったで見れば。でも、スウェーデンの場合、ですね、はい、まあ、10人に1人が2人以上と子供がいるっていうのは、はい、まあ、結構。多いですね、確かに。10%。でも、これ、結構普通です。あ、ええー、そんなもんですか。未婚率が高いっていう感じ。そもそも結婚しないですね。あ、まあ、はい、で、まあ、別れても、なるほど。育児の5割、5割にして、お父さんの家、お母さんの家で、まあ、ああ、まあ、違うんですね、そうね、はい。あんまり気まずくはないですね。はあ、すげえ。福祉を良くするとイケメンが独占するっていうのは、スウェーデンにおいてはそうじゃなかったってことですね。スウェーデンってもう、はい、ザ・福祉の国じゃないですか。はい。イメージですと。うん、まあ、男は多いのが、一つの大きな原因だと思います。ああ、ほんとでかい原因ですね。で、次に女性が、エリ好みする傾向があるっていうのもなくはないですけど、まあそれがどれだけ意味あるのか、どれだけの影響を及ぼしているのかは、まあ不明ですね。簡単な一言でまとまるような、そのね、結論が欲しかったんですけど、データを見るといろんな方向にこう、はい、童貞側はこういうのいっぱいデータ探して研究してるけど、多分イケメンは気にせずに、こんなこと知らずにどんどんやってるんだろうなっていう気がしますね。こんな気にせずになんか。これやばいですね。いやいや、ちゃちゃちゃ。やばいな。これなんか。あいつ変わっちまったんだ、違う。違う違う違う。違う違う。今のピーターの顔とか。ピーって顔とか。いやいやいや。絶対にその全部をまとめる会話じゃないか。いけっこいのはね、お手柄やもんで。絶対に違う。いやでも聞き応えはありましたよ。すいません、なんかもっとこうスムーズに話ができたらよかったんですけど、全然全然、まあ、これこそ本当に研究ですからね、はい、これこそ分かりやすくバンっていうのはそれはもう、まあ、たまにしかないですね、分かりやすくバン。ああ、はい、そうですね、現実は、うん、そうです、そうです、誠に遺憾です。最近思ってたんですよ、本当に、はい、そのめちゃめちゃエッチしたいなっていう、その最近、でも、だってそういう人がいるじゃんと思って、世の中には、もう、最近知ってます、日本でガーシーっていうね、はい、その、日本の芸能人とかの、いっぱい不倫してるとかを暴露する、YouTuber が現れたんですよ。水星のごとく。で、いや、いいな、あの、有名人、いろんな人とね、沖縄を鳴らしてエッチなことしてるんだ、俺もやりたいな、って、思うけど、そんなやつ周りにいたかと思って、実は本当に、ね、数少ない、特殊例なんじゃないかって、それを理想としてしないといけないんじゃないかっていう、なんとなくの疑問が自分の中にあって、100人とエッチしたい。いや、1000人。1万人さみたいな俺と、いるんだ、それと、一人を愛すぜ、みたいな。でも一人でとか、そんな、みたいな。俺は何人かと。いや、でもなんか、そのなんだろう。愛を育みたいぜ、一人。はいはいはい。いや、一人って言ったら、まあ、もしかしたら一人、二人、三人かな。もしくは、一人や二人、三人、いや、せっかく人間に生まれたんだからよ、一万狙います、みたいな。ね、そういうことした方がたくさんした方がいいじゃん。遊んでる人ばっかじゃん、と思ってたんですけど、そんなことがないっていうことですよね。よくね、日本だと、僕が好きな福光先生かな。福光茂之っていう先生がいて、なんか、モテない自分のことを書く漫画家なんですよ。で、まあ、奥さんがいるんですけど、その奥さんとも、もう初めての付き合った人で、それ結婚したって言うんですけど、ずーっと、僕は経験人数一人しかいない、みたいな。君はそうじゃないんだろ。羨ましいな。僕はもう君しかいないんだって、ずーっと羨ましく言う、みたいなシーンがあって。僕もなんかまあ、
わかるんですよね。もしかして一人だってなった時に、うん、ちょっとなんか多分福見先生はね、劣等感を吐くのが意外と上手い人なんですけど、うん、なんとなく劣等感があるというか、うん、ね、その一人でみたいな、みんな100万人ってやってるじゃんって福見先生も書いてるし、僕も思うんですけど、うん、そんなことがないよっていうデータが、うん、結構僕にとっては救いではありますから、うんうん、あ、確かに、うん、そう、それが、まあ、それが一つのポイントだったっていうか、なんで一番活発の人とかだけを見るよりは、うん、まあ、はい、ほとんどの人は、普通に、こう、一人と付き合って、うん、普通に生活している人がほとんどだっていうのが。いや、僕は結構良かったな。その、本当に自分の人生どうするかみたいな。うん、一回人間に言われたからには、めちゃくちゃエッチしたいっていうのが、だってみんなしてるじゃんって思ってたの。そんなことないよ。それはまやかしだよって言ってもらったのは、しかもデータを、うん、言ってもらったのは結構救いなんじゃないかな。うん。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。熱演でした。バキバキ童貞さん。はい。これ何の図かわかりますか？年齢が上がるごとに減っていく。はい。何でしょう？年齢が上がるごとに減っていくのは何でしょう？可能性？ある意味、重いです。正しいです。どんどん。ああ、もう背がなくなっていくけど、うん。そういうことじゃ、これは、同定率じゃあるめえな。でも同定率な、じゃないよな。ああ、なんか。その通りですね。俺、なんだ、なんだ、言われろ。最後まで聞け。もうそこら辺だろ。もうすぐ。はい、出た。はい、俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな同系、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。